パプリ。フランソワは樹液や花の蜜が大好きなんだ。この勝負もらったな。この惑いの森って植物系のモンスターの住処だったような。哀れね。食べられる。私は坊ちゃまを救出いたしますので、お気になさらず先へ。あんたも大変ね。さて次のコーナーは、叩いてかぶってじゃんけんぽん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。しやーひな、防御しねえと。そんなこと言ったってよ。敗者は罰ゲーム。お顔に落書きのキッ。濃厚秋色リップ。これが私。どこが落書きだ。ただのメイクだっぺよ。なんだ、おでこに肉とかうんちとか書いてこそ落書きだっぺ。ガールズたちにそんな下品なもの書けるわけないでしょ。コンプライアンス。さあ2回戦、叩いてかぶってじゃんけんぽん。だりゃ罰ゲーム。ゆるもてアイシャドウ。これが私。どうすっぺ、負けるたびにひながビレに変貌してんなや。ば、なんでカラオケなんだ。童貞どもが。だからお前らはいつまでたっても童貞なのだ。お前もな。よく聞け童貞ども。リア充はな、カラオケをホテル代わりにするんだよ。エロい歌詞の曲を入れる、デュエットで盛り上がる、女が服を脱ぐ、この3つがコンプリートされると必ずそのカップルは。ベル、マジかよ。カラオケは歌って楽しむところなんだ。決して男女がセックスする場所じゃないんだ。俺の死を無駄にするな、純一。ここに置いてた絵知らない？ええー、見てないですね。本当に？ああ、そういえば棚の上にキャンバスらしきものがあったような。なんでそんなとこに。コレットさんじゃないですかね。あの人、ほら、変わってますし。しょうがないな。よいしょ。どこ？結構奥の方だと思うので、よく探してくださいね。奥？部長、部長、どうするつもりなんですか。お、それより緊急事態。と言いますと？トイレ行きたい。おい、おいおい、内巻、お前何書いてんだよ。そんなことよりトイレ行かせろ。我慢しなさい。いらないだろう。ねえ内巻くん。はい。お、本当に見たの？全然見えないんだけど。見えてますよ。あ、どこどこ。あ、いえ、またパンツが。大丈夫ですか。姫抱っこでチューしてもらいます。濃厚なチュー、チュー、チュー。うさみさん。はい。うさみさん。重い。誰もいないだろうし、みんな正門の方の道を通るからな。
反応早い。きっちり正面でボールを捉え、こんなことじゃ。今日はペンギンさんと一緒に寝る。好きにしろ。ペンギンが死んでる。ペンギンの周り早くか。やっぱりボンドが。ボンド。おいよせ。ボンドなんか大嫌い。もういや嫌いよ。なぜ意味がないのかって。そんなの。心の声を聞けばわかる。心の声、それはすなわち本音。つまりこの怒りは嘘なのだ。こっちだって大嫌いだよ。おお大嫌いだ。なんちゃって嘘ぴょん。本当は大好き。てへぺろ。心が筒抜け状態というわけだ。ダメよ、私だけそんなの好きなこのバカちゃんじゃない。美咲